ショートコーナー入れてきた、ニアサイド流れてきた、先制栃木、2試合連続ゴールは大本。今節もショートコーナーから目先を変えて、今度はアウトスイングの低いボールをニアサイドに入れてきました。抜けてきたボールを大本。何か前節の YSCC 横山戦の再現を見るかのような、同じようなセットプレーから先制ゴールを奪ってみせました。ちょっとここは目先を変えられてニアで振り